明けましておめでとうございます。汐留はじめです。今回は命令したレコードあるあるを5個紹介していきましょう。いやみんなクエミだぞ。私もね、今回は一緒に紹介するんだよな。命令したレコードといえば、2009年に投稿された三八空動画をもとにどんどん伸びていき、2020年2021年以降には私含め動画をいっぱい投稿していきます。まあそんな感じで結構いっぱいあるんですが、実は面白いことに結構共通点あったりとかあるある点がありますよね。今回はこの点を紹介していきます。このチャンネルでは鉄道話をなるべくわかりやすく、それでいて深いところまで紹介していきます。興味があったらぜひチャンネル登録して、また一緒に楽しみましょう。では早速いきましょう。まずは命令者の定義をちょっと軽く振り返りましょう。まあざっくりと言うと、まあこれはちょっと個人差かもしれませんが、私の範疇では普通ではありえない列車だったりとか、あとはそういった路線、他にはそういった設備、こういう系統のものが命令者の意向に抜擢されやすいと思います。確かに三八くんはね、改造内容がカオスだもんな。あんな手抜きな改造で結構やっぱりね、インパクトがあるし、見た目も結構笑いからね。まあ確かに命令者だよね。その中でも非常によく使われていると思うのが古いネタだと思います。例えば三八くんも作られてから結構どころかめっちゃ年月経ってました。確か30年以上とか経ってる編成もありましたね。ステンレスはともかく113系ですからね、三八くんは。まあ普通の構成車体です。普通はこれくらいだったら廃車になっても、まあおかしくないかなっていう時期ですが、でもその一方で高齢車は30年経っても構成車体で、結構大規模な工事、具体的には先頭車化工事ですね。結構これは粗末で非常にコストカットしてます。まあ冷静に考えてみれば、古い電車を改造するからコストを抑えたいという観点からは、まあある種当たり前の行動かもしれませんが、ただその一方でやっぱりこれは結構カオスだと思う方も多くいます。電車の路線のね、設備の事情がちょっとあって、21世紀2000年を過ぎてもね、なぜか JR 西日本では旧型国だけどね、まあ下手したら戦前、まあ場合によっては一応戦後とか、そんぐらいの電車がね、普通に走ってたんだよ。一番最近より増えてはなー。こんなボロボロの電車がね、21世紀でも走るっていうのは当然だけどね、まああまりにもね、ちょっと笑えちゃうから、まあやっぱりこれもね、ネタになるからこそ、古い電車っていうのはね、命令車に扱われやすいことが多いんだよなー。というわけでこういう感じで、古い電車っていうのはボロボロだったり、まあやっぱりネタが結構多いから、命令者に出やすいですよね。個人的には結構このパターンも多いと思います。すぐに廃車になる系統ですね。あ、私もそういう系、いっぱい見たことあるぞ。最近の話だとね、E231 系4600万台のあの4乗車4両がね、廃車になったりとか、あとはね、この4600万台たちに、かつて交換された E231 系の6ドア列車、500万台にもね、昔実は6ドアあったんだよな。山手線はね、6ドア車があったんだよな、昔は。どちらも約10年未満で廃車、特にね、6ドア車については最速で5年未満とかもね、あるからね。まあ確かにこれはね、まあかわいそうっていうか、まあおかしいよね、普通に。5年で廃車って早すぎるよ。まあ確かにそういう気持ちになっちゃうからこそね、こういう風に名車に、ね、なるのかもしれないんだよな。他には JR 北海道で走っていた、かつて営業所として作ったのに、いろいろなんか事情があって、最終的には営業運転を一度もせず、なんと JR 世代の効果、まあ下手したら日本で最も早く廃形式が出た、かわいそうな電車ありますよね。というかあれは、機動車ですね。まあ、そんな結構珍しいのもありますし、JR 西日本で、京葉線に昔走っていた、例のあの新しい形式も、車両の不具合からか結局増備されず、まあ、最終的にちょっと営業運転してすぐに消えちゃって、まあ、気づいたらもう廃車って感じで、まあ、これもこれでなんか可哀想な、速攻廃車電車ですよね。まあ、これも名車と言われますね。やっぱり、早く引退する電車はね、事情が結構さっきみたいにカオスみたいな、まあ、そういう系統の感じで、なりやすいからね、命令車に行こうに、ノミネートされやすいのかもしれないんだよね。こういう風に命令車で行こうには、早期廃車の電車や機動車とかもノミネートされがちですね。これまでは電車の話とか、あとは新しい古いとか、そういった系統の話でしたが、ここに来て鉄道車両とはまた違う側面から話しましょう。やはり種別も結構命令車で行こうでは取り扱いやすいですね。例えば、昔あった通過駅がない特急列車。もちろん無料施設特急ですが、どちらにしても特急っていうくせに一駅も通過しないって笑えますよね。あとは、今でもありますが、快速の、例えば千葉発木更津行きっていうやつは、岩根駅以外一切通過しません。ちなみに千葉から木更津は結構運行区間としては長く、普通にこの区間を各駅停車が往復する運用もいっぱい存在します。ごく普通の運行区間なのに通過駅が1個しかないって、これはなかなかカオスだと思いました。まあやっぱりね、通過するのが優等列車のくせになんか全然通過しないのって、やっぱなんかおかしいんじゃないかなーって、面白いって思う人もね、多いかもしれないからね、こういう感じで、命令車によく飲み出されてんだなーって思うぞ。他には最近の場合だと、埼京線が停車駅増えちゃって、4駅しか通過しない、生だけ快速、なんちゃって快速っていう感じになりましたよね。生かり快速ともね、言われてるぞ。
またこのあまり通過をしない快速と似てるかもしれませんが、各駅停車を一切抜かさない快速とか急行とかそういった系統も割とネタにされている気がします。例えば京王線では快速のごくごく一部の、まあちょっと珍しいタイプの快速ですが、というか多分1日1本平日限定ですね。その快速っていうのはなんと一切各駅停車を追い越しません。そればかりか同じ快速に笹塚駅で追い越されるっていう、なんでしょうね、もう意味がわかんない列車となってます。まあこういった謎すぎる快速も結構名列車に出ますよね。まあそもそも快速いるから快速停車でね、まあ名列車になるよなー。てか京王って前まで各駅停車で抜かる快速があったよねー。まあ京王ってやっぱり変な種別多いよなー。クレービーやっぱり京王の種別っておかしいなーって思うところいっぱいあると思うぞ。クレービーの通りやっぱり京王線って結構ネタが多いですよね。まあこんな感じで種別の速達ですとか、まあ特に停車駅とかそういった感じあたりって命令者のネタになりやすいという印象がありますね。地味に個人的にはこのカテゴリーも結構外せません。割と多くの方々がこういったネタも結構扱っています。さっきの早期廃車とやや似てますが、いわゆる不幸な話ですね。あ、クレービー、こういう不幸話知ってるぞ。私の知ってる不幸話だとね、例えば導入されてから10年ちょっとで定期運用が、まあ、ほとんど消えちゃった215系だよな。215系はね、もともとまあ湘南ライナーとか、まあそういった言葉だけども、実はね、快速アクティとか湘南新宿ラインの横須賀線系統とかではね、かつて使われてたんだよ。快速アクティについてはね、まあやっぱ2回当てってことはちょっと厳しかったけどね。その一方で湘南新宿ラインはまあ新宿止まりってことと、まあ利用者数がそこまで極端にアクティほど固まんなかったことがね、幸いして、まあ一応はね、湘南新宿ラインの E231 系統率が行われた2004年頃まではね、走ってたんだよ。まあでも残念ながらそれ以降はね、まあ定期運用では湘南ライナーと、あとは、まあ季節列車として、ビュー山梨号中央線の甲府方面の快速だね。あれ以外はね、まあ、定期運用はね、原則ないの状態なんだよな。しかもね、休日はね、季節列車のみって感じで、場合によっては定期運用ゼロっていうシーズンもあるんだよ。これはかわいそうだよね。2回停止して着席定員増やしたけれども、結局のところ湘南ライナー以外は役立たず。湘南ライナーでも10両固定編成しかいないからね、15両で運行する特急とか14両の特急に比べたら、やっぱりなんともいない感じの状態。まあ、そらってくると結局のところね、まあ、微妙な感じになっちゃうんだよな。おまけに次のダイヤ改正で、14両編成もしくは9両編成の E25 ダー系とかに統一されますからね。ますます215系の活躍の幅は狭くなりそうで、結構かわいそうな雰囲気がします。少数形式なんで廃車になるという噂もありますね。他にはすぐに導入して問題を起こした、一番最近1000番台もいましたね。この形式っていうのは、もともと実を言うと地下鉄直通で作ったんですが、肝心のトンネル内での発熱が強く、さらには非冷房ということからか熱すぎる、おまけになると電気代を食いすぎ、さらに行っちゃうと床が焦げるという始末。こういうことからちょっと地下鉄ではちょっと厳しいな、そういうことからか最終的には千代田線をやめて他の路線だったり、あとは105系に行ったりとか、まあそんな感じで結構かわいそうな運命を迎えた13系1000番台という形式も存在します。まあやっぱりこういった電車って名な雰囲気がしますよね。最後はちょっと特殊なパターンですね。結構意外とありますよ。でも命令車といった機能が全然名なものがないというパターンです。例えば新型車両の紹介に命令車で行こうというタイトルをちょっと変えてます。ただその一方で中身を見てみると全く命令車がないっていう、もはやなんか命令車というタイトルを使っていいのか怪しい作品もあったりするんですよね。実は各有私も実はそれに近い作品があったりしますが、まあ一応ギーギー命令車っていう範囲のものは全部命令車って扱ってますので、結構人によっては際どいものがあるかもしれません。私の場合もはじめちゃんばいちゃってんのかよ。おい、まあ一応際どい程度なんでギリギリセーフかもしれませんが、まあ本当に見てみると中には全く命令者とは無関係な動画が命令者で行こうというタイトルがあったりとか、タグがあったりとか、ハッシュタグを使ったりするケースがよくあります。もちろん物によりますが、中には本当にマジで命令者とは全く関係ない作品もあったりしますよ。世の中作品を探すのは結構大変そうだね。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は命令者以降のあるある、これを5つ紹介しました。やっぱり共通点としては車両の年代とか経歴、あとは種別の状態、飛ばしまくるか全く飛ばさないか、こういうことが結構チェックされやすいですよね。あとなぜか命令車用に一切名要素がないという鉄道動画も存在します。まあこんな感じで結構命令車行こうってややこしいこともあったりするんですよね。クレーミーも結構紛らわしいなーって思うことあるさ。あとやっぱり共通点もあるなーって思うんだよなー。というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントを通さずひっくりみーという単語を書いてくれると嬉しいです。はじめちゃんという単語を書いてくれるとクレービー嬉しいぞ。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のこと知りたい方、ぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。こういった感じで名車に関する話もいっぱい出てきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。
クレイミーもたまに遊びに来るぞ。というわけで今年もこんな感じで動画を投稿していきますので、よろしくお願いします。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。